ユーリ・マスリコフユーリ・ドミトリエビッチ・マスリコフは、ソビエト連邦及び、ロシアの政治家。ミハイル・ゴルバチョフ時代のソ連で、ソ連共産党政治局員、第一副首相などを歴任。最後のゴスプラン議長であり、ソ連崩壊後は、経済通りとして、セルゲイ・キリエンコ内閣で、産業貿易大臣、エフゲニー・プリマコフ内閣の第一副首相を務めた。 ロシア連邦共産党に所属し、ボリスエリツィン政権唯一の共産党員閣僚だった。1937年9月30日ソビエト連邦多塾共和国のレニガバード氏にロシア人労働者の家庭に生まれる。父親を独祖先で失っている。1962年レニングラード機械大学を卒業する。このほか レニングラード高等砲兵技術学校でも学んでいる。大学卒業後、ソ連国防工業省、イージョフスク技術研究所に技師として勤務する。同研究所で、技師長、副部長、副所長を歴任する。この間、1966年ソ連共産党に入党。1970年イージョフスク機械製作工場、第一支部技師長、副支部長。 1974年ソ連国防工業省技術総局局長を経て、1979年ソ連国防工業省次官。1982年ゴスプラン第一副議長。1985年11月ソ連副首相。1986年ソ連共産党中央委員に選出される。1988年2月ソ連第一。 副首相権国家計画委員会議長に就任し、党政治局員候補を兼ねる。1989年9月政治局員に昇格する。1990年にゴルバチョフがソ連大統領に選出され、大統領会議を設置するとメンバーに選出されている。1991年には副首相権国家軍事産業委員会議長。 以上の経歴からもわかるように、ソ連の軍事産業、軍産複合体に一貫して深い関わりを持っていた。ソ連崩壊後は、軍事産業界に身を置きユグトランスインベスト社社長を務めていたが、1995年12月ロシア、連邦議会選挙で、会員国家会議に、ロシア連邦共産党から比例区で立候補し、当選する。会員では、 ロシア連邦共産党会派に所属し、会員経済政策委員長を務めた。1998年7月23日から同年9月11日まで、キリエンコ内閣の産業貿易省を務めた。同年9月、プリマコフ内閣が成立すると第一副首相に就任する。これは、老練なプリマコフ首相が、 ロシア金融危機をはじめとする一連の政治的混乱を収集するために議会第一党の共産党の支持を獲得するための方策として取られた人事であった。マスルコフは経済政策に関する広範な権限を得て彼のもとで金融危機の収束やロシアで初めて GDP がプラスに転じたが一方でソ連時代に計画経済の司令塔を務めていた。 共産党閣僚の出現は、国内では改革派、リベラル派の反発を招き、対外的には IMF を中心にギネムを生んだ。1999年3月14日に、来日し、小渕恵造首相、河村正彦が相称らと会談している。スベトラーナ夫人との間に位置し、ドミトリー・ユリエビッチがいる。ドミトリーも儀士である。技術者出身のテクノクラートという性格上、 科学技術に強い関心を持つほか、歴史文学を好むと言われる。2010年4月1日、長期間の闘病の末モスクワで死去。72歳没。ユーリー・マスリュコフ氏死去ロシア元第一副首相。共同通信。2010年4月3日閲覧。ありがとうございます。